明けましておめでとうございます。皆さん、お正月どのようにお過ごしでしょうか。今年も上田からものをよろしくお願いいたします。2024年最初にご紹介する商品はこちらです。廃光器36V インパクトドライバー WH3600 です。廃光器さんのインパクトに新商品が登場しました。今日はこちらをご紹介していきます。こちらの商品は本日情報解禁となっているので、分かる範囲でこちら紹介していきたいと思います。今回は従来機の WH36DC と比較する形でご紹介していきたいと思います。まず一つ目に、こちらの従来機はヘッド部の長さが 114mm でしたが、今回出た新製品は 111mm と少しだけヘッド部が小さくなっています。次に LED ライトの違いになります。従来機は1灯ずつ3灯の光でしたが、今回出た新商品は3灯ずつ3つ幅広くなっているので、作業者の手元を明るく照らし、さらに作業性がアップしています。こちらのパネルも進化しています。従来機はボタンは光ってなかったので暗い場所だと見にくかったのですが、今回の新製品はボタンも光るようになっているので暗い場所でも変更が可能です。こちらの新製品はオートスロー機能が搭載されています。オートスロー機能とは、設定された時間、回転速度に自動で停止、変速し、ナットの脱落を防止する機能です。高所での作業時にとても便利です。さらに新機能で細ビスモードが追加されています。アプリで設定する機能になるんですけども、通常のインパクトと違い、ハンマで打撃する前に電子制御で打撃をすることでカムアウトを防止する機能となっています。デリケートな作業でもカムアウトが低減できます。言葉で伝えるのがちょっと難しいので、実際に使っていきたいと思います。それではまず従来機の 36DC で打ち込みをしていきたいと思います。カムアウト。このように従来機だと細ビスに対して回転の速さと打撃の強さでカムアウトしてしまう場合があります。それでは新型の 36DD の細ビスモードはどのようになるか、ちょっと見ていきたいと思います。No come out。No come out。今見ていただきましたが、動きが全然違うのをお分かりいただけたでしょうか。電子制御でソフトな打撃を作り出し、カムアウトがしにくくなっています。廃光器 36V インパクトドライバー WH3600 をご紹介しました。ぜひよろしくお願いいたします。商品が気になる方は概要欄のリンクから商品ページをご覧ください。商品についてご質問がある方はコメント欄にてお願いいたします。